はい、どうもこんにちは。今回はこちら、東大の整数問題の解説をしていきます。前回の問題と割と似ていますね。今回は文系のやつです。さて、A が sin の2乗の5分の π、B が sin の2乗の5分の 2π であるとき以下を示せということで、括弧1番、A たす B が有理数で、AB も有理数であると。この Q っていうのは有理数の集合です。で、括弧2番、N が自然数のときに、この式の値、これが整数になるということ、これを示すという問題になっています。東大に限らず、いろんな大学でよく出てくるパターンの問題です。特に括弧2番みたいな問題、どうやって攻略していくいいか丁寧に解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。さて、では解説に入っていきましょう。まずはですね、括弧1番です。A たす B と AB が有理数であるってことを示すんですが、後の証明の都合上ですね、有理数だっていうことだけを言うんじゃなくて、具体的にそれぞれの値を求めちゃいたいと思います。ただですね、この A sin2 乗5分の π、B sin2 乗5分の 2π っていうその5分のっていうのがどうにも扱いにくいですよね。30度とか45度じゃないので。ただですね、こういった角度でもちゃんと三角比を求める方法があります。ということで、今回その中でも一番オーソドックスなものをご紹介します。さて、ファイという角度をですね、5分の π というふうにしましょう。でそうすると、3ファイ、これは当たり前なんですが、定義から π 引く 2ファイというふうになりますね。なぜ唐突にファイが出てきたのかっていうことで困惑する人もいるかもしれませんが、狙いはこの後すぐわかります。さて、今ですね、コサインの3ファイという量を考えます。3ファイというものと π 引く2ファイというのが等しかったわけですから、これっていうのはコサインの π 引く2ファイです。なんてことはない。単純に角度が等しいからコサインも等しいというだけの話です。で、π 引くのコサインなので、これはマイナスのコサイン2ファイというふうに書けますね。つまり、コサインの3ファイとマイナスコサイン2ファイが等しくなるんです。さあ、それでですね、今、コサインの3ファイっていうのは、3倍角の公式を使うと、4コサインの3乗ファイ引くことの3かけるコサインファイと書けます。で、2倍角の公式を使うと、これ右辺のマイナスコサイン2ファイは、マイナス2かけるコサイン2乗ファイ足す1と、こういうふうに書くことができるわけです。ということで、なんとですね、このファイに関する、あるいはコサインのファイに関する方程式が立ってしまいます。これ、あとは移行して3次方程式を解くんですが、実は、これ、因数定理を使ってですね、簡単に因数分解できます。コサインファイ引く1の4かけるコサイン2乗ファイ引くことの2かけるコサインファイ引く1、これが0であるというふうになります。で、2つの積が0になっているわけですから、結局、コサインのファイっていうのは1、またはですね、これ、こっちの右の二次方程式解けばいいんですけど、4分の1プラマイルート5というふうに出てくるわけですね。で、ただしですね、今、ファイっていうのは5分の π、鋭角なわけですから、結局この中で妥当なのは、コサインのファイイコール4分の1たすルート5というふうになります。条件書いておくとですね、鋭角なので特にコサインファイは正ということだけで、この解が選べるというわけです。で、またですね、コサインのファイが分かっているので、コサインの2ファイというものも分かります。これは2倍角の公式で、2かけるコサイン2乗ファイ引く1なわけですが、これ実際にですね、コサインファイの値代入してあげると、こうなるということが分かります。さあ、あとはですね、A と B の値を求めていけば OK です。A というのは、サイン2乗のファイですよね。今、ファイって5分のファイなので。これは、1引くコサインの2乗のファイというふうになってて、ここからですね、具体的に計算してあげると、A という値は、これは、8分の5引くルート5になります。で、あと次。今度 B なんですが、これは、サインの2乗の2ファイですね。で、これは結局1引くコサイン2乗の2ファイというふうになって、コサインの2ファイも分かっているので、代入してあげると、5足すことのルート5割る8と、こんな感じになります。ということで、A と B の値が具体的に分かりました。さあ、ということで、最後、A 足す B と AB を具体的に計算すれば OK です。A 足す B っていうのは、これ足すこれ。で、ルート5が消えてくれるので、8分の10、つまり4分の5。で、これは有理数ですね、もちろん。そして、AB というのは、ちょっとこれ計算めんどくさいように見えて、普通に2乗引く2乗になるだけなんで、64分の20となって、だから16分の5。で、これは有理数だと。というわけで、具体的に値も分かったし、有理数だということも言えました。以上、括弧1番の証明です。ここまでよろしいでしょうかね。で、次、括弧2番に行きましょう。さて、前回同様ですね、数学的機能法に頼りたいと思うんですが、その前に実はこの式、少し簡単にできます。今、与えられたこの式っていうのは、A の N 乗分の1たす B の N 乗分の1かけることの A たす B の N 乗だったわけなんですが、これっていうのはですね、こう書き換えられます。A の N 乗たす B の N 乗。で、あとは A たす B オーバー AB の N 乗と。ちょっとパッと見分かりにくいかもしれませんが、ここをですね、
AB 分の1の N 乗でくくったんですね。でそうするとこれが残ってで分母にこっちが代わりに来るとそういうわけです。でしかもこれ何がいいかってですね、 A の N 乗足す B の N 乗はもちろんそのままなんですけど、 A 足す B も AB も値分かってますよね。ということでこれ計算してみるとですね、 A 足す B が4分の5で分母に16分の5が来てるわけなんで、結局ですねこれ綺麗に4の N 乗っていう風になってくれるんです。これに気づけるかどうかがですね、実は隠れた明暗の分かれ目だと思います。さあというわけでですね、証明したいことを少しずらして、この式変形した後の式、これが整数であることを機能法で証明することにします。まあずらしたといってもですね、これとこれは等しいわけですから、結局これが整数であるってことを言えばいいわけですね。さて N イコール1の時です。注意してくださいね。あくまで今証明したいのはこれじゃなくて、そこからずらしたこれです。で実際に計算してみると、4の1乗かけることの A の1乗足す B の1乗、これっていうのは A 足す B が今4分の5なわけですから、4かける4分の5でちゃんとですね5、特に整数になってくれてるわけです。ということで N イコール1では成立していることがわかりますね、この予想が。さあ N イコール2の時なんですが、これで N を2としてあげると、まず4の2乗が16、そして A の N 乗足す B の N 乗が2乗2乗というふうになります。でただ2乗足す2乗の値がすぐには得られないので、 A 足す B の2乗引く 2AB というふうに工夫します。でそうすると A 足す B っていうのが4分の5だから2乗して16分の25、引くことの 2×AB というのが16分の5だったわけですから、こんな感じになって、これ計算してみると15ということになって、これは確かに整数ですね。なので N イコール2ではちゃんと予想が成り立っているということがわかります。ここまでで N イコール1と2で確認をしました。はい、ということでここから先がですね、機能法の証明の一番大事なところなわけですが、ある2以上の自然数 K に対して N が K までの成立を仮定します。つまり例えば K が3だったら N が 1,2,3 まででこれが成り立っていると、そういう話ですね。さあそれでですね、この仮定を文字で置いておきましょう。というのも、今例えば N を K とした4の形状括弧の A の形状足す B の形状、これをですねある自然数 L と置いて、あと K が1個ちっちゃい時もう1個、4の K-1 乗の A の K-1 乗足すことの B の K-1 乗、これをですね今度は M というふうに置くことにします。まあさっき言った通り、もちろんどっちも整数です。まあもちろんこれは仮定からこうやって書けるわけですね。さあそれでですね、今これが整数になればいいというわけなんですが、これは前のこの2つを使ってですね、次のように書けます。ちょっと複雑なんですけど、 4×L×A 足す B、そして引くことの 16×M かけることの AB ですね。まあこれですね、 L とか M にこれらの式を代入すればちゃんと確認できます。ここだけ要確認。ただまあこれさえ分かれば、あとは結局 4L×A 足す B っていうのが4分の5、そして AB というのが16分の5なわけですから、これもかけて結果が 5×L-M というふうになるんですね。で今 L と M っていうのはもちろん整数なわけですから、この結果これもですね整数になるということが言えます。というわけで結局 N イコール K たす1でも成立するということが言えるわけですね。でまあ結局一般の N についてこれが言える、でこれが整数であるっていうことは、元を例えばこれ、つまりこれが整数であるということを言えるので、まあ結びの言葉はさておき、これで証明完了というふうになります。はい、ということで以上がこの大問の解説でした。やってきたことを振り返ります。問題は A と B をこういうふうに置いたときに、まず A たす B と AB が有理数であることを示して、そして任意の自然数についてこれが整数であることを示すというものです。過去1番ではですね、有理数であるっていうことだけを言うんじゃなくて、具体的に値を求めちゃいました。それが有理数だったら文句ないですよね。ということでこのサインの5分の π とかサインの5分の 2π とか、そういった三角比を求めるんですが、そこでですねこういう3倍角と2倍角の公式を使って、因数定理を使って因数分解して解を求めていったわけです。 cosθ は鋭角なのでこれだけが適しているということで、 cosθ が分かって、これが分かれば cos の 2π も分かって、 cos が分かれば 1-2 乗なので sin の2乗 φ、 sin の2乗の 2π も分かったというわけです。で従って A たす B、 AB が計算できて、ちゃんとどっちも有理数になっています。で過去2番、まずですねこの証明したい式を変形していくと、結局こういうふうに簡単に書けるんですね。 A たす B と AB の値を使いました。であとはこれが整数であるということを数学的機能法で証明するわけです。 N が1と2の時は具体的に計算して確認し、そして N イコール K までの成立を仮定した時の次の K たす1で成り立っているかどうかもチェックする。これはですねちゃんと仮定を数式で置けば整数になっているということが式でも明らかになります。ということでこれで証明完了ですね。まあ、ポイントとしては大きく分けて2つあって、まず第一にこういう5分の π とか5分の 2π あたりの三角比の求め方、そしてもう一つがこうした整数になるよっていうことの証明とかは機能法を使うのが便利だよという話です。
特にこっちの方、この証明の流れはですね、他の問題でもよく出てきますので、ぜひ頭に入れておいてください。ということで今回の解説は以上です。僕の YouTube チャンネルではこんな感じで大学入試問題の過去問解説をしています。また他にも数学とか物理の動画を皆さんにお届けしています。もし今回の動画が気に入ったら高評価とチャンネル登録お願いします。またですね、毎日夜7時に動画の公開をしていますので、公開したらすぐ気づけるようにですね、画面の下にあるベルのマークの通知をオンにしておいてください。ということで今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。